いかがでしたか？インジケーター3つ使用したこの手法、恐ろしいですよね。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は単発勝率 92%、 恐ろしい勝率を誇る1分足順張り手法をあなたに教えていきたいと思います。今回の手法は1分足の取引になりますので、エントリーポイントが多いと皆さん共通認識されていると思うんですね。ただ条件をきつく設定したかなり高勝率な仕様になっておりますので、実際に5時間エントリーした際の成績は17戦16勝という決してエントリーポイントは多くないんですが、圧巻の勝率を誇っていました。1分足の取引にしてはエントリーポイントが少なくないかっていう風に感じる方もいるとは思うんですけど、勝率の重きを置いたのでエントリーポイントが少なくなるのは当然なんですよ。ですがエントリーポイントに偏りがなく安定した気持ちでのトレードを続けられる仕様となっておりますので、まずは基盤を作りたいとお考えの方にはぴったりな手法になってるんですね。インジケーター3つ併用したにもかかわらずエントリー条件がめちゃくちゃ簡単なので、ぜひね自身のトレードに活かしてもらえればと思います。それでは早速解説をしていきますので、チャート画面に切り替えます。はい、早速解説していこうと思うんですけど、もうすでにエントリーポイントにチェックを入れています。今回はどのくらい簡単でサクッと稼げるのかっていうのを先にお伝えした上でお話ししていこうと思いますので、まずはこちらをご覧ください。まずエントリーの判断基準にしてもらうのがこのローソク足です。このローソク足が移動平均線を下から上に抜けていますので、こちらを基準にしていきます。その際にまず最初に見るのがこの MACD のヒストグラムで、この赤い表示のヒストグラムが上向きであることを確認してください。そしてさらに CGI も50以上推移していることが確認できたこの縦線、こちらの次の足で半エントリーをかけていきます。そうするとこちら陽線ついてますので、しっかりと勝つことができています。過去の動画でもお伝えしたんですけど、 CGI の向きが非常に大事になってきますので意識してご覧ください。こちらは注意ポイントになりますね。ローソク足が移動平均線を下から上に抜けたタイミングを基準に、まず MACD のヒストグラムを確認します。こちらは上向きで表示されていますので、次に CCI 確認していただくと50より下を推移していますよね。向き自体は上に向いているんですが50以下なので条件は不成立です。まああんまりないかなって思うんですけど、僕の生徒さんで CCI の向きを意識しすぎてこういった50以下でエントリーして負けてしまったよっていう報告をもらったので、これから実践に移す際は最低条件守らないといけないルールなので、くれぐれも注意してくださいね。はい、まずローソク足と移動平均線の位置関係から見ていきますと、上から下に抜けていますのでこちらを基準にしていきます。その際に MACD のヒストグラムを確認するとこちらで下向き、 CCI も50以下かつ下向きになっていることが確認できましたので、こちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますのでしっかりと利益を取れています。でこのポイントが気になるかなって思うんですけど、このすぐ横にエントリーポイントがあるので先にそちらを解説していきますね。同じようにローソク足が移動平均線を上から下に抜けていますのでローエントリーのポイントですね。 MACD のヒストグラムが下向きで CCI が50以下かつ下向きで表示されていますので、次の足見ていきますとこちら陰線ついてますのでしっかりと利益を取れています。ではこちらのポイントは何なのかって言いますと、わかりますか？わからないよっていう方はこれから話す内容で覚えてください。僕は絶対に欠かせない条件だと思っていますし、ほんの少しね意識してもらうだけなので。ローソク足が移動平均線を上から下に抜けていますので売り目線で見ていきます。で MACD のヒストグラムが少し分かりづらいかなって思うので、どの道スルーしては欲しいんですけど、こちら下向きで表示されていると仮定します。最後見る CCI が50以下なので条件としては成立したよっていう方もいるかと思うんですけど、この CCI の向きが上向きなので上昇の勢いが強まってきていることを指してるんですね。なのでこういったポイントで負ける可能性が必ず出てくるので避けてもらうことをお勧めします。それではお待ちかねのインジケーターの導入法をお伝えしていきます。まずこちらの移動平均線から入れていきますね。こちらナビゲーター開いていただいて、こちらのムービングアベレージ、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されますので、まず期間を50で、移動平均線の種別をエクスポネンシャル、適用価格をクローズで設定してください。こちらで OK をします。移動平均線は今回期間を50と設定しましたので、50日間の価格の平均値をグラフで表したものになるんですね。
それをローソク足と掛け合わせることで、今現在の価格が平均値より上にあるのか下にあるのか、上昇下降を見極めるために最適なインジケーターなんですね。見てもらって分かる通り、抜けたタイミングをエントリーの基準にしていますので、転換ポイントでのエントリーっていうことです。次に MACD を挿入していきます。こちらもナビゲーターの中にあるオシレーターですね、こちらの中にある MACD、 こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されますので、短期 EMA を12、長期 EMA を26、シグナルを9、適用価格をクローズで設定してください。次に色の設定をしていただいて、今回メイン線のみ表示していきますので、こちらのシグナルのラインはノンと変えてください。で、今回メイン線分かりやすいように線を太くしてますので、こちらもおすすめです。で、最後こちらレベル表示で、僕は分かりやすいように0を追加してますので、同じようにこちら追加から0と入れてもらえればと思います。設定できましたらこちらの OK ボタンを押してください。MACD っていうのは2本の線のクロスで判断するのが一般的ですが、今回は分かりやすく大事な部分だけを抽出していますので、ヒストグラムのみ使用していきます。上向きの表示であれば買いの取引量が多く、下向きの表示であれば売りの取引量が多い。めちゃくちゃ簡単ですよね。ただこれ根拠としてかなり強いので、こちらを加えていきます。では最後こちらの CCI を挿入していきます。同じくナビゲーターのオシレーターですね、こちらの中にありますコモディティチャンネルインデックスを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されますので、まずパラメータのところで期間を10、適用価格をクローズで設定してください。次にレベル表示を押していただいて、今回こちらの50のライン使っていきますので、こちらの追加から入れておいてください。設定できましたらこちらの OK ボタンを押してください。この CCI っていうのは僕が好きなインジケーターでもあるので、結構な頻度で登場してるかなって思うんですけど、おさらいだと思って聞いてください。 CCI はご存知の通り、買われすぎ売られすぎの過熱度を測る際に使われるインジケーターとなります。で、意外と知られていないんですけど、もう一つ重要な役割を担っていて、先行して反応してくれる特徴があるんですね。つまりレートより先にチャートに表示してくれますので、方向を示す向きっていうのがかなり重要になってくるってわけです。なのでこれらの条件が揃ったポイントっていうのはかなり根拠が強いんですね。期待値も高いので、しっかりと持ち帰っていただければと思います。ここもエントリーポイントに当たるんですけど、こういったローソク足が移動平均線上で形成されている局面っていうのは少し判断しにくいですよね。ただ一度でも移動平均線から離れてからの突き抜けるようなポイントであれば OK です。なのでこちらの達成の次の足見ていただくと、こちら陰線ついてますので、しっかりと利益を取れています。こちらは逆ですね、ローソク足が下から上に抜けていますので、買い目線で見ていきます。で、次に MACD のヒストグラムが上向きで表示されていて、なおかつ CCI も50以上の上向き。なのでこちらの達成の次の足でハーエントリーをかけていきます。そうするとこちら陽線ついてますので、しっかりと利益を取れています。ではなぜここがエントリーポイントかと言いますと、移動平均線に対してローソク足が上に突き抜けたタイミングっていうのは、今の価格が平均値より上であることを指しています。なおかつ転換ポイントでもありますので、ここを基準にしています。ただ必ずその方向に進むとは限らないので、まず取引量を見て買い手の状況を見ていきます。上向きの表示であれば買い手が多いと判断できますので、その方向に進む可能性はかなり高いんですね。ここにさらに CCI を加えることで、騙しではないかの最終チェックを行ってくれます。以上の根拠のもとエントリーをかけれて、しっかりと利益を取ることができるんですね。いかがでしたか？インジケーター3つ使用したこの手法、恐ろしいですよね。今回は勝率 92% という驚愕の数字を誇りつつも、エントリーポイントは枯渇しない手法を紹介しました。特別な知識や経験がなくても、この動画を何度も見ていただければ全員がこの手法を使いこなすことができるので、必ずマスターしてトレーダーとしての成績を伸ばしてもらえればと思います。はい、今回のまとめになるんですけど、ローソク足が移動平均線を突き抜けたタイミングを基準にしていきます。下から上であればハーエントリー、上から下であればローエントリーとして見ていきます。そして MACD のヒストグラムがハーエントリーであれば上向き、ローエントリーであれば下向きであることを確認してください。で、最後 CCI が50のラインを基準に、ハーエントリーであれば上を推移、ローエントリーであれば下を推移していることが条件となります。
で、何度も言いましたが、今回 CCI は騙しではないかの最終チェックとしてメインで使いますので、しっかりと条件をクリアしつつ、向きにも注意するようにしてください。ハーエントリーであれば上向き、ローエントリーであれば下向き。たったこれだけなので、あなたの資金を守るためにも必ず意識することをお勧めします。この動画が良かった、参考になったよっていう方は、チャンネル登録とグッドボタン押していただければと思います。今 LINE で無料個別相談を受け付けていますので、手法やメンタル、それ以外でも構いませんので、聞いておきたいことなどがありましたら、ぜひ僕にメッセージをください。LINE の登録方法は画面の QR コードを読み取ってもらうか、この動画の概要欄にも僕の LINE の URL が貼ってありますので、そちらから友達追加できるようになっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで今回はここまで。